はい、では今回ですが、鬼滅の刃9巻のレビューをしていきたいと思います。で、概要欄の方にですね、前回8巻のレビューや、無限列車のレビューをしているものがありますので、そちらご覧ください。じゃあ早速9巻は宇髄天元が表紙ということで、前の動画でも言ったんですが、僕このキャラあんまりまだ好きじゃなくて、でまあどんな風に活躍していくのかな、活躍するのかなみたいなところを見ていきたいかなと思うんですが、まず前回の終わりに遊郭に行くぞって言ってたんだけど、炭治郎善逸伊之助に変なこと教えないでほしいなみたいな、変な色を加えないでほしいななんてちょっと心配してるんですけど、まあとりあえず楽しみに読んでいきます。じゃあ行きます。これちょっと9巻の冒頭読んでみたんですけど、宇髄天元が俺は神だ、もう一度言う、俺は神だって言ってるんですけど、これ編集さんからはもうこれから鬼滅の刃はね、あのギャグル漫画路線で行くからとか言われちゃったのかなぐらいのこの表現度合いで、ちょっと戸惑いつつも普通に笑っちゃうって、これギャグ漫画として面白いから逆に始末が悪いんですよね。今回の宇髄天元に対して前回の煉獄さんは俺は俺の責務を全うするってあの超かっこいいことあったじゃないですか。それに対して宇髄天元、俺は祭りの神だって言ってるから、ちょっと大丈夫か。あとね、基本的に忍者に変なことをさせるとギャグ漫画になっちゃうんですよね、基本的にね。で、俺は山の王だって言ってる人もいるしね。ただちょっと入れてきたなと思うのはこの宇髄天元の身体能力ですね。さすが忍者ってだけあってすごい速さでいってしまったって、そういう描写があったんですけど、やはりこの宇髄天元はただの面白いやつじゃないなっていう感じがちょっとしてきました。まあこれで面白い感じで遊郭に向かっていくんですけど、遊郭に向かう目的は遊びに行くんじゃなかった。宇髄天元の奥さん3人が、3人もいるんかい。まあそれは置いといて、先に遊郭の方に潜入していて、ただ連絡が途絶えてしまったと。だから任務で向かうんだって分かってね。そしてそこには鬼がいるんじゃないかって。鬼ってキーワード出てきてよかったよ。もうなんか逆漫画路線に進んで鬼とか条件とかも二度と出てこないかなと思ってたんで、ちょっと心配してたんですけど、なんとかこれ鬼滅の刃らしさがちょっと出てきましたね。でもなんかのほんとしてるね、いいね。炭治郎善逸伊之助が女装して遊郭に、まあ仕事をするスパイみたいな感じで行くんですけど、俺ちょっと言いたいことがある。お化粧して入るんですけど、めっちゃブサイクにされちゃってて、3人とも元々の方が可愛いんだからそのまま行けばよかったのにみたいなね。特に伊之助なんて可愛いんだからさ、善逸もそうだし、まあ炭治郎みんな可愛いんだからさ、そのまま行けばよかったのにね。なんかね、ちょっと逆に残念な感じになっちゃってて、なんか面白い感じになっちゃってんじゃんみたいな。そして伊之助は舌をしまいなさい。で、一方宇髄天元なんですが、忍者の派手派手メイクを取ったらすごい男前で、家族になろうよのルイ君の家族かと思った。男前なんだね。あ、よかった、さっき言った伏線回収してくれてた。そうだよ、伊之助たちはねメイク取ったから可愛いんですよ。特に伊之助なんてどんな子みたいだもんね、可愛いもんねっていう描写もちゃんとあってよかったですね。これ読者がいやいやって思うところちゃんとこうやってくれるってのいいっすね。まあしばらく遊郭での潜入が続くんですけど、ちょっと可愛いなと思ったら、炭治郎くんが遊郭に潜入した時に、まあ情報を手に入れるためにスパイで言っていた一人の花魁のことを姉だって嘘つくんですよ。身内でもない限りなんでそんな知りたいの、おかしくないってなっちゃうから怪しまれるために姉だって言うんですけど、その時すげえ顔しててめっちゃ可愛いんですよ。その嘘つけない炭治郎くん可愛いな、やっぱりね、澄んだ空の心を持ってる。だからまあ炭治郎くんはもう嘘ついてる時は全体的に顔のパーツが上に行きますね。はい。一方宇髄天元もちゃんと鬼がどこにいるかっていうのを遊郭の外から見ているんですけども、気配が全然感じられないと。これは上限だなと。気配の隠し方がうますぎて、これはかなりの手だれであるということから、派手なやり合いになるって言ってますね。おお、宇髄天元対上限ありえるのかこれ。でもまあこれね、漫画の流れ的に多分言った以上上限いるんじゃないかなって思うんですね。無惨がいたりして怖っ。そうこうしてるうちに伊之助が鬼に出くわしました。伊之助でも追いかけたんですけど逃げられちゃったんですよ。つまり伊之助って気配を探知する力がものすごいの、それでも逃げる鬼ってことはやはりただものじゃないなっていうのがもうこのページから分かりますね。一方善逸は善逸で一見美しい花魁さんなんですけど、実は鬼だっていうのに気づいたみたいで遭遇しましたね。これちょっとやるなと思うのが、ここまでほのぼのとさせてたのわざとだなと思いました。このシーンから急に引っ込まれるっていうか、鬼って怖いんだって思い出しました。で、その鬼に、まあ、姿は花魁なんですけども、他の花魁がちょっといじめられてる、パワハラみたいなのを受けてるところに、善逸くん、さっきまで怖がってたのに女の子のピンチってことで手を離してくださいって言うんですよ。やっぱりね、吾妻善逸ってこういうとこかっこいいよね。このギャップ、いつもビビリな感じがするんだけど、決めるとこ決めてくれるってところ、やっぱこれ善逸ね、僕善逸推しなんでね、可愛いしかっこいいしね。上限来ましたね。陸海空とかだっけ、違うよね、これなんだ、あ、6ですね、上限の6、6番目に強い鬼、怖いね、上限に出くわしましたね。やっぱりさっきの花魁の方は、上限の6ですね、憎き上限にここで会えるわけです。テンポ早いね。そして、柱を7人葬っただぞっていう。
柱になるような人だからすごい尊敬されてただろうし、でも7人も人殺してるんだ、少なくともね。で、無惨とちょっと合ってるシーンがあるんですけど、やっぱりこの上限の6も無惨のことを崇拝してるって感じなんだけど、なんか無惨はなんかね、女心を利用してるみたいな、なんて思ってないんだけど君のことを大事に思ってるみたいなことを言って利用してるだけなんじゃないかなって雰囲気がありありと見えるんですが、その辺はどうなんでしょう。で、しかしネタバラシが早いね。このテンポ感がいいね。だってさっきまでほのぼのとしていて、これキュンキュンってくるんですよ。前回も感動した直後に鋼塚登場ってなってましたけど、今回ものほんとしたと思ったら、もう気づいたら上限ですからね。そして上限と出くわした善逸くんはどうなったのかっていう感じなんですけど、一回ですね、夜が明けて炭治郎、伊之助、そして宇髄天元がまあ会うわけですね。まあ報告会みたいな感じなんですかね。その場に善逸は姿を現しませんでした。そして宇髄天元はこう言ったんです。俺は嫁を助けたいがためにいくつも判断を間違えたって言うんですよ。宇髄天元って自信家で自分のこと神っていうぐらいのキャラだから、間違えたとか言わないのかなと思ったんだけど、ちょっと空気感が変わってきましたね。この辺は最初ノーコントしてましたよね、これね。なんですけども、ストーリーの切り替えに合わせてこっちの心理も変わってきますよね。そのままに宇髄天元はふざけないんですよ。この辺うまいなって思いますね。そして恥じるな、生きてるやつが勝ちなんだ、機会を見誤るんじゃない。これ後輩は心配してるね。なんかおちょっと宇髄天元いい人なんじゃないのって空気がちょっと出てきましたね。で、逆に宇髄天元みたいに普段ちょっとふざけてんじゃないのかなっていうキャラクターがこう真面目に言い出すと、事の重大さっていうか緊張感が一気にギュッて出てくるんですよ。そしてこう言うんですよ。さらに消息を絶った者は死んだと判断すると。いや、これかなりいい言い方すればクレバーですけど、かなり冷徹忍びっぽい判断だなと思いました。なんか僕の印象だとこう持っていくと思ったんですよ。忍者でチャラチャラしてるんだけど、実は煉獄さんみたいに熱い人間で仲間を助けるみたいな流れ持っていくのかなと思ったんですけど、単純にそういうキャラじゃないですね。ちょっと煉獄さんとは違う空気を感じます。リアリティのある現実感のある判断を下してる感じしますね。一方炭治郎は逆、いろいろ推理を経て仲間はみんな生きてるはずだ、なんとか助けに行こうって、まあそうなるわけで、この辺まあ宇髄天元と炭治郎がまあ対比されてるんですけども、宇髄天元は柱百戦錬磨ですので、こういった状況を何度も経験した上でほとんどが死んでいたんでしょうね。だからそういう判断。一方炭治郎くんはまだ経験が浅いからなんとかなるんじゃないかっていうところなんですが、実際どうなんでしょうね。ちょっと読み進めていきます。そうこうしているうちに今度は炭治郎が上限の6と出くわしました、ついに。一方伊之助はその時総一郎を待っていた。誰やねんっていう炭治郎くんだよね、名前覚えてあげてよ。もうちょっとさ、漫画で見てて面白いから、総一郎に総にちゃんと漢字が振られてるっていうのがまた面白いね。これ何者なんだよこの人っていうあー宇髄天元ちょっと怖いね。情報を引き出すために、まあ宿屋の主人ですかね、簡潔に答えろ、問い返すことは許さない。この時は完全に忍者モードですね。こういう顔も持ち合わせているんですね。やっぱり忍者なんだな。あー、そして信用して仇を討ってやるっていう、なんかちょっとかっこいいね。ちょっとかっこよくなってきたね。そしていよいよ炭治郎と上限6が本格的に戦闘を開始しています。その裏で宇髄天元の潜入していた妻の一人が、まああくまでスパイで言ってたので、情報を宇髄天元たちに伝えるために毒を飲んで体病気をしたっていうことにして抜けようとしたって、この覚悟はすごいなと思います。さりげなく入ってるんですけど、やはりこの妻は宇髄天元、ひいては人のことを考えて、世のため人のために自分で毒を飲んでまでして、そしてそれに応える宇髄天元、もう何もしなくていいぞ、よくやったってことなんでしょうね。宇髄天元は妻思いですね。さっきも妻を助けたいがためにっていう言葉が出てきましたけど、彼もまた煉獄杏寿郎と同じで家族のことを思っているんじゃないかなっていう、また妻のことってちょっとテーマが変わってくるね。杏寿郎は弟とかお父さんとかお母さんとかだったけど、まあ、いわゆる子供の目線っていうかね、ファミリーの中で天元は一家の大黒柱としてのちょっとこの目線で家族のことを思っているのかなって感じがしますね。そして宇髄天元の強さの片鱗が見えてきた。音の呼吸を使うんですね。音、そして生き延びた者がいないからなんでこうなってるかわからないってすごいね。なんかね、なんで飛んでるかわかんない飛行機みたいな。そして炭治郎が上限の6と戦っているんですが、ちょっと水の呼吸はやっぱり炭治郎と相性が悪いって本人は思ったみたいですね。やはり火の神神楽でないと上限は仕留められないということで、燃やせ燃やせっていうシーンで、これ不意打ちで食らったよ。煉獄さん出てくんすよ、心を燃やせで。やっぱり思ったんです、炭治郎くんが戦い続ける限りまた煉獄杏寿郎も生きてるんだなって、戦ってくれてるんだなって思います。
彼がいてくれたから炭治郎は今日も戦えるんですよ。これすごいな、うまいなと思ったのが、燃やせ燃やせって言って次心を燃やせのシーンで見開きの煉獄教授の、これは泣くでしょう。この一コマもう効くな、これは効く。そして火の神神楽を使用して隙の糸が見えました、来た。これもね、必勝勝ちパターンですけどね、炭治郎のね、と思ったんですけど、糸って切れることあったんですね。これ今まであったかな、ルイ君の時って糸切れたかな。あの日の神かぎれでまあ切ったシーンも実際には首切れてなかったんですけど、いや勝ちパターンだったのに絶対できない。俺上限仕留めたかと思ったのに、炭治郎君大金星って思ったのに。そしてその上限言ったんですよ、遅いわね、あくびが出るわ、だってもうめっちゃ強いな、そこ知れぬな。そして日の神神楽が通用しなかった。それでも二度と理不尽に奪わせない、もう二度と誰も俺たちと同じ悲しい思いをさせないっていうのは、過去の煉獄さん一家もそうですし、かまど家もそうだと思います。さまざまなこういう悲しみをもう絶対にさせないで、でもこれって当然じゃんって思うかもしれないんですけど、自分が実際そういう目にあった時に、自分と同じ気持ちに合う人をこれ以上出したくないって言って戦える炭治郎くんってすごいと思いますよ。本当に強いなっていうのは煉獄教授郎さんも言ってたんですけど、このシーン見てやっぱ思いましたね。人の強さっていうのは剣の力だけじゃないんだなって。一方伊之助は自分の関節を外して敵のアジトに侵入していました。もうわけわかんねえなこの人な、すごいな伊之助くん。そして伊之助がまあ上限ではないんですけど鬼と出くわします、潜入してですね。そして善逸も捕まってました、そこに。それも助けることができました。これで関節を外せる男、そして寝ている方が良い男、ここが揃ったんですね。そして満を持して上から降ってくるんですよ。伊之助くんは関節を外してヒュルヒュルヒュルって入ってきたけど、ドーンと穴を開けて渦井天元が降臨するんすよ。そして遅れて悪かったな、こっからド派手に行くぜって、これ祭りの神降臨してるじゃないですか、かっこいいと思った。このシーンの描写はなんか祭りの神だなんだって言ってるから、なんじゃこの人って思ってたんだけど、ドーンって空から降ってくる、これやっぱり神様なんだなって思った、降ってくるんだっていうね。これあえて上から登場するっていう、神様だからっていうことでやったのかな。そしてド派手に行くってすっごい楽しみな展開、これがちょっとあるんだよね、鬼滅の刃ね。ちょっとね、騙されるんだよね。冒頭さ、祭りの神とかさ、派手の神とか言っててもわけわかんねえなと思ってたら、終わりには祭りの神降臨ってなってる、この感じ何っていう、超楽しみ。これ今日のレビューここで終わり、うわめっちゃ次楽しみなんだけど。祭りの神降臨してくれて、僕あのチャラチャラした人は好きじゃないんですけど、こうやって祭りは戦いだみたいな、そういうなんかド派手なキャラクターっていうのは結構好きなので、ちょっと楽しみな展開になりましたね。このテンポ感すごいね。まあちょっと前巻全体通してのレビューですけど、この9巻は最初ギャグ漫画に路線変更したのかなってノコンとした状況から、やっぱ鬼って怖い、倒さなきゃいけないって、こうギューってこう持ってくのがうまいなっていうのと、そして最後には祭りの神降臨ってなってるって同じこと2回言っちゃった。でも渦井天元も冒頭で俺は神だ俺は神だって2回言ってたから、まあいいよね。ということで次回の渦井天元の活躍が楽しみなんですが、やっぱりちょっと彼に関して言うと派手なんだけど実は熱い仲間思いなんだよっていうキャラかなと思ったんですけど、やはりなんかこう冷徹さみたい、現実的な感じと熱い気持ちとなんか両方を持ってる感じで、ちょっと複雑な人格をしている人だなって思いました。本当にこれ同一人物なのかなって思えるぐらいね、ちょっと複雑な人格を持ってるんで、これ過去回想やってくれんのかな、煉獄さんの時みたいに。ちょっと過去が分かんないとこの人格が形成されたいきさつっていうのが分かんないですね。この流れでどうやって持っていくんだろうな。無限列車は本当にその点うまいなと思って、夢を見せる、過去の良い時を見せるっていう感じで持ってったんですごい自然なんですけど、これさ戦ってる最中とかにさ、かつて渦井天元はって始まるから、まあ始まって別にいいんだけど、知れればなんでもっていうところあるんですけど、どうなんですかねっていうと、はい、というわけで今回のレビューはここまでになりますが、煉獄教授郎また出てきてくれたのがすごく嬉しかったのと、渦井天元がちょっと楽しみになってきたぞっていうところで、今回の動画は以上となります。どうもありがとうございました。バイバイ。あーバイバイじゃない、バイバイじゃない。で次回なんですが、外伝ということで煉獄教授のゼロ巻の方ちょっとね、あのコメントでせっかくこれのレビューをやってほしいっていうのがあったんでやっていきます。でまたですね、僕の場合コメントでくれたらやれって言われたら、あの楽しいなって個人的に思ったら全然やるんで、ぜひこういうそういうのをコメントください。ここについて語ってほしいとか、こういう話も面白いですよとか言ってくれた、あとこういう商品があるんでレビューしてくださいとか。ただねお金かかるのはちょっと難しいから、僕は芸能人とかじゃなくて全然一般人としてやってるんで、予算にはちょっと限らないんで、あんまり高い商品とかレビューはできないんですけど、まあ漫画とかだったらね買えるし見えるんでね、
で、またこの漫画のレビューは今後も続けていくんでね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ次回はまあ外伝になるかな、一回外伝挟みます。煉獄の京次郎のゼロ巻ね、いきますからね。これも泣けたんだよな、これもいい話なんだよな。では今回9巻のレビューをしました。またね。いやー、渦井天元ちょっと楽しくなってきたかもしんない。なんかちょっと派手な戦いを期待しちゃうね。なんかでもさ、派手な戦いを期待してる時点で渦井天元の術中にハマってんな、これは。